マーク・ジェルクスはアメリカ合衆国ゲイリー出身で短距離走が専門の陸上競技選手。100メートルでは9秒99の自己ベストを持つ2007年大阪世界選手権のアメリカ合衆国代表。ナイジェリアにルーツを持つため2014年からはナイジェリアの選手として競技している。高校時代は インディアナ州高校選手権に6つの種目で出場するなど活躍。100メートルと200メートルでは、州チャンピオンに輝き、オールアメリカンには4回選出された。高校卒業後は、テキサス・クリスチャン大学に進学し、その後カンザス・シティ・カンザス・コミュニティ大学に移った。大学2年時の2005年4月にナイキと契約し、プロ選手となった。二千五年六月、 全米選手権、男子100メートルで決勝に進出すると、表彰台には0秒14届かなかったものの10秒32で5位に入った。2007年6月、全米選手権、男子100メートルで決勝に進出すると、表彰台には0秒04届かなかったものの10秒13で4位に入った。この結果、大阪世界選手権のアメリカ代表に選出された。同年8月、 大阪世界選手権、男子100メートルで、世界大会デビューを果たすも、レース中にハムストリングスを痛め、最下位に終わった。2008年6月、全米オリンピックトライアル男子100メートルの二次予選で9秒99の、自己ベストをマークし、10秒の壁を破った。しかし、準決勝では10秒24とタイムを落とし、決勝進出を逃した。2009年3月、 全米室内選手権、男子60メートルを6秒51の自己ベストで制し、初優勝を成し遂げた。2010年、米国ハンドオーピング機関に自分の居場所を報告する義務を18ヶ月間で3回、怠ったため、同年8月23日から2年間の資格停止処分を受けた。同年4月18日以降の記録は抹消された。2014年2月、 全米室内選手権、男子60メートルで5年ぶりに決勝に進出した。同年6月、ナイジェリア選手権、男子100メートルを10秒23で制し、ナイジェリアの選手として、最先の良いスタートを切った。なお、このレースでは2位にも、元アメリカ代表選手のモンザバス・エドワーズが入った、ため、ナイジェリア代表として活躍した元スプリンターの、 オルソジファスバとウチェナエメドルはドーピング処分歴があるアメリカ生まれアメリカ育ちの選手を迎え入れ自国の若手選手を育てないナイジェリア陸上競技連盟に懸念を示した同年7月23日ナイジェリア代表として競技することが可能になった同年7から8月、A、連邦競技大会で ナイジェリア代表デビューを果たした。男子100メートルはアフリカ選手で唯一のファイナリストになるとメダルには0秒05届かなかったものの10秒17で5位に入った。同年8月アフリカ選手権に出場すると男子100メートルは10秒07で銀メダルを獲得するも0秒02差で惜しくも金メダルを逃した。アンカーを務めた。 男子400メートルリレーでは38秒80で金メダル獲得に貢献した。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。微光欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。